回目の停止がございました。1回目止まりました。これより先順次16号車より車庫に入ってまいります。車庫に到着をいたしました。これより JR のスタッフが赤くの車両に前回に上がりますので、到着席のままお待ちください。快速列車へのご乗車、誠にありがとうございました。これよりドクターイエローについて紹介します。ドクターイエローと呼ばれておりますこちらの車両は、正式名称新幹線電気軌道総合試験車といい、700系新幹線の車両をベースに作られています。ドクターイエローは10日に1回程度、東京から九州の博多までの間を最高時速270キロで走りながら、さまざまな設備の点検をしています。またドクターイエローは2編成あり、交代で点検を行っています。東海道新幹線は16両編成ですが、ドクターイエローは7両編成です。それぞれの車両が違う仕事をしていますので、これから順番に紹介いたします。まずは今皆さんが乗っている7号車です。この車両は見学の方を乗せるための車両です。2号車と6号車には走行用と測定用の2種類のパンタグラフがあります。測定用のパンタグラフは車両に電気を送るトロリー線の状態の情報を集めています。3号車と5号車には走行中にパンタグラフやトロリー線などの設備の状態を撮影したり、車内から点検したりできる観測ドームがあります。4号車では先頭についたカメラや床下の測定装置から得られた情報をもとに、作業員が線路の状態をチェックしています。最後に1号車です。2と6号車のパンタグラフやその他の測定装置から得られた情報をもとに、作業員がトロリー線、ATC、列車無線などの設備の状態をチェックしています。見学時の注意事項です。1つ目、装置やケーブルに触らないでください。2つ目、段差がありますので足元に注意してください。3つ目、車内では走らないでください。それではドクターイエローの探検に出発しましょう。
ではこれからドクターイエローの車内を見学していただきます。見学するにあたってカメラやビデオの撮影のために途中で立ち止まります。災害時にですね、緊急事態と真ん中に当たります4号車になります。でこの部屋では、線路の歪みなどそういったところを測定する、部屋となっております。測定方法なんですけども、この床の下にですね、専用のセンサーが取り付けられております。そのセンサーでレールが何ミリ歪んでるかなど、そういったところを測定します。で測定したデータというものがですね、この部屋に送信されてきまして、こちらの左手の4つのモニターに映し出されます。今はちょっと測定したいので真っ黒なんですけども、で走行中はここに検査員の方が座ってですね、リアルタイムでその線路の状況を確認することができます。でそのセンサーがですね、床下についておりますので、少し4号車だけ床の高さが高くなっているのが特徴の一つです。さっき少し坂になったと思うんですけども、それがその理由の一つです。非常に速い速度でドクターイエローを走ってるんですけども、その中でも数ミリ単位でですね、レールの歪みが測れるようなちょっと高精度のセンサーがついています。もう一点特徴ございます。前方回装置と呼ばれるものですね。ドクターイエローの顔にはですね、カメラがついておりまして、走行中前方の、映像を撮影することができます。でその撮影した映像がですね、こちらのモニターに映し出すことができるんですね。線路の歪みだけではなくて、その周辺に何か異常がないかなど、走行中はそういったところも確認して、検査を実施しております。では簡単ではありますが、4号車の説明は以上となりますので、ありがとうございました。ありがとうございます。左側に、見えていたものと同じ設備になります。一応1編成に2箇所、ついてまして、走行する方向によって見る位置を変えて使用しています。でドームがガラス張りになっていますので、はい、すみません。それでは私どもここでさよならですので、ありがとうございました。失礼いたします。
では皆様右サイドお見送りでございますね。はい、はい、それではですねこの先あの一般道に出ますのでシートベルトよろしくお願いいたします。東京行きの新幹線なるほど発見で特別列車にご乗車いただきましてありがとうございます。暑い中ではございましたが新幹線なるほど発見ではお楽しみいただけましたでしょうか。この浜松工場は100年以上の歴史を持ち東海道山陽新幹線の電車に調子が悪いところがないかチェックする工場です。またリニューアルも進み進化した浜松工場の面積は東京ドームの7個分ととても広い工場です。この列車は浜松工場からご乗車いただいたまま東京へと向く初めての特別列車として運転をいたします。なんと皆様が浜松工場から出発する列車の最初のお客様です。浜松工場から浜松駅までは工場内を専門に運転するJR 東海の構内運転士中村が担当し、その後浜松駅から東京駅までは運転士夜行がご案内をいたします。車内放送は私井上が担当いたします。よろしくお願いをいたします。いよいよ発車の準備が整ったようです。これより工場線を走り浜松駅上り2番線に向かいます。運転士は工場線の電線に電気が流れているか、線路のポイントが正しい向きに向いているか、踏切ではしっかりと遮断機を下ろしているかなど確認してからまずは新幹線が入っているこの蔵を時速5キロ以下で運転し、車庫を出てからは時速30キロで浜松駅上り2番線手前まで進んでいきます。それでは東海道新幹線唯一の踏切を通過する特別な旅をどうぞお楽しみください。
Thank you.